ごめんなさい、まだありました。え、なんだこれ。これもお得だなと思って買いました。うん、これ何だと思う、パッと見。あ、箱もんだから結構多いんじゃない？読めるんじゃない？これ。まあインセンスってことは香りもんですかね。ってことは、ね、ディフューザー？ちょっと違う。あ、違うんだ。うん、なんだこれ。ちょっと上げますか。あ、テープ貼ってやろう。うわ、めんどくせえ。爪切ってる。もう一個当たった。さっき貼ってなかったのに。もう爪で切っていくじゃん。取れるから貼ってくれたんだな。はい。うわー、発泡スチロールや。発泡スチロールで香りということは香り、カトリセンコ。あ、近いよ。あ、近い。なんだろう、サーキュレーターとか。近いよ。さあ、ベベベー、何これ。さあ、こちらです。これで見、わかんない。おこたてだ。正解。なるほどね、はい、でかくね。なんか、ほぼワコマリアの偽物みたいなおこたてネイバーとかありそうだな、これ。ねえ。ほら、一応、マリアって書いてますね。おこわたてブラック。へぇ、これはなんか意外にいいんじゃないと思って。これここに立てるの。頭に立てるんですよ。こっからだ。こっから煙が出るんだ。確か、ワコマリアのやつね、この鼻から抜けるんじゃなかったんですよ。っていうやつなんですけど、はい、こちら、いくらでしょう。いくらでもいいな、これ。え、これでも、いくらだと思う、これ。鉄？鉄かわかんないけど。ああ、なるほどね。でも、もうほぼほぼ若丸やん。もう女。透明ライトは若丸やん。ほぼほぼ若丸やです。500円。いやー。500円？うん。100円。うわ、そっちよ。あ、逆に俺、100円なのなと思ったけど、逆にそっち行った。100円でした。これでも100円だったらいいんじゃない？いやー、粗大ゴミなんじゃない。やめろ、お前。どんどんどんドンキホーテ。だって、おこうとた、使わないでしょ、だって家で。いや、俺めっちゃ使う。あ、使うんだ。まあ、もう面白いですよ、でもね。いや、これ、ほぼワコマリアっていうボケに100円払うのはいいなと思って。うわぁ、すげえ景品無駄遣い。あの、ゲーセンで無駄にね、見えない。まあ、確かにね。見えてくよりか全然面白い。まあ、面白いですよ、ね、はい。ちょっとこれ今度使ってみますか。はい。ということで、終わりました。はい。終わってくれる。下に何壊れるよ、これ。粒みたいな。